青波線の電車に乗って、ある駅にやってまいりました。中島駅ですね。青波線の駅になります。そしてこの向こうにありますのは、はい、環境に優しい鉄道コンテナ輸送ということで、こちらは名古屋貨物ターミナル駅です。今回ですね、この名古屋貨物ターミナル駅を見学したいと思います。見学といいましても、これですね、結構高いところにありますということで、下の道路から見ることができませんし、かつ入っていくわけにはいきませんのでね、この青波線のホームもしくは電車の中からこの名古屋貨物ターミナル駅の様子を見ていきたいと思います。あ、ここにあった JR 貨物名古屋貨物ターミナル駅ですね。駅本屋がこちらにございます。ここからですね、ずっとこの青波線沿いに貨物駅が広がっております。今回はその様子を見ていきたいと思います。実は名古屋駅から青波線乗ってきたんですけどね、電車満員で反対側に乗ることになってしまいましてですね、来るときは見ることができませんでした。帰りはまあ空いてると思いますのでね、見ていきたいと思います。はい、では行ってきます。なんですね、駅の外に出ました。青波線中島駅、ここはですね、どうでしょうかね、住宅地なんでしょうかね。はい、アパートマンションが立ち並んでおります。まあ、パチンコ屋さんもありますけどね、結構大きいですね、パチンコ屋さん。はい、こんな感じの駅なんですね。あ、この地図がありましたね、町の地図ちょっと見てみましょうかね。はい、この中島駅でございます。そしてですね、あ、私の影で見えないですね、中島、あ、どこだ、中島駅があります。そしてその横に名古屋貨物ターミナル駅、そしてですね、広大な敷地が広がっているようです。隣の南荒子駅、まずはここに向かってみたいと思います。さあ、反対側のホームにやってきました。ホームの先端にやってきましたけどね、この先まで行きたいところですけどね、ここに柵がございます。線路内立ち入り禁止と書いてありますので、これ以上行くことはできませんということでですね、ここから見てみますと、ズームしてみますと、じゃじゃん、コンテナたくさん並んでますね。これは手前のは廃コンテナでしょうかね。はい、そしてその奥にはですね、この現役のコンテナたちが多数並んでおります。この辺りがですね、コンテナホームだと思いますので、次の普通車な、名古屋駅に乗ってですね、その様子を見ていきたいと思います。はい、ここからずっと続きますね。2駅分、3駅分ぐらい続きますかね。はい、地図を見るとそういう、光景が広がっているように見えますんでね、はい、この電車の中から見ていきたいと思います。この列車は普通名古屋行きです。次は南アラコです。 Thank you for riding with us. This is a local train bound for Nagoya. The next stop is 南アラコ AN5。さあ、南荒子駅にやってきました。早速ですね、 SG300 の8号機入れ替えを行っております。さあ、結構広いですね。はい、ここはですね、はい、名古屋貨物ターミナル駅のコンテナホームになります。今ですね、12フィートコンテナ200作業中なんでしょうかね。はい、ここにいます。こちら向かってくる途中でトップリフターの姿とかも見えましたね。はい、このようにですね、広い広大なこのコンテナホームが広がっております。ちょっと奥がですね、どのぐらいまで広がっているのかな。ここに構内踏切がありますけどもね、向こうまでなのかな。あ、でもその向こうにもありますね。今ここにですね、白いフェンスがありますけど、その向こうにも呼気車が1両というか1編成止まってますんでね。はい、今この目の前のポイントが動きましたけどもね、はい、入れ替え作業、また HD300 こっちに向かってくるのかな。はい、こんな感じですね。なるほど、
これがコンテナホームということで、今なんか列車がどうなんでしょうかね。先ほどちらっとだけね、なんか列車押し込んでくるのを見たんですけどもね、 HD300 多分ですね、この HD300 8号機がですね、先ほど何らかの列車をこのコンテナホームに押し込んできたのではないかなというふうに思います。先ほどの HD300 何やら一応だけコピーチャー連結してやってきました。で、無害コンテナ載ってますね。これどこでしょうかね。大東特急高速白色の無害コンテナ、あ、白あるんですね。大東特急高速青っていうイメージでしたけどもね、はい、白いコンテナあるんですね。比較的新しいコンテナでしょうか。ここ行きましたね。はい、高津線の方行くんでしょうか、それとも入れ替えになるんでしょうかね。はい、近所太行きの次車が来ましたので、ちょっと離れたいと思います。千光さんのなんか変わったトレーラーがいました。三軸のシャーシでしたけどもね、なんかなんだろう、あれなんか不思議なトレーラーがやってきてましたね。そしてですね、先ほど見ておりました無害コンテナ大東特殊鋼さんですけどもね、見入りで、こちらどうでしょうかね。今夜の4095とかで来るんでしょうかね。 HD300、 お、あ、そこ下くぐっていくとこあるんですね。へえ、ね、いきなり沈んでったんでね、びっくりしましたけど、はい、さあ向こう構内近停車が走っていきましたけど、その手前にですね、古希200が一列止まってますね。はい、今は気づきました。さっき気づきませんでしたけどね、古希237号機1両止まっております。さあまた次の列車で、次の駅向かってみたいと思います。次はですね、この先ですね、はい、この先はですね、今度着圧線に向かっていくところ、また車内から撮影したいと思います。ご乗車ありがとうございます。この列車は普通名古屋行きです。次は荒子です。 Thank you for riding with us. This is a local train bound for 名古屋。 The next stop is 荒子 AM4。駅名表がない。駅名表がない。どっかにないかな。あ、ありました、ありました、ありました。乗ってきた青波線の電車、出発していきます。そしてやってきたのはですね、こちらになります。荒子駅。また一つお隣の駅になってまいりました。さあ、そしてですね、この荒子駅の向こうに広がるのはですね、はい、先ほどもね、電車の中から見てまいりましたこのカンガルーライナーですね、清能院さんのブロックトレイン、こちらが停車中でございます。これいつ到着したやつなんでしょうかね、まあ、ひょっとしたら昨日の夜夕方ですね。あ、でも違うか、昨日の夕方稲沢駅で見たカンガルーライナー、
かもしれないですし、そうでもない、そうではないかもしれないですけどもね。はい、ここに泊まっております。まあ、そんな長く泊まらないか。はい、まあね、目の前に、停車中でございます。ここは名古屋貨物ターミナル駅の着圧線になります。着圧何本あるかな、 1,2,3,4,5,6,7 本ぐらいあるんでしょうかね。はい、このようにちょっと逆光ですけどね、広がっております。何か列車来たらいいなと思うんですけどね。さあどうでしょうか、ちょっと待ってみたいと思います。ご乗車ありがとうございます。この列車は普通名古屋行きです。次は小本です。 Thank you for riding with us. This is a local train bound for 名古屋。 The next stop is 小本 AN3。こちらはですね、青波線名古屋駅のホームですけどもね、ここに0キロポストがあります。ここから青波線はスタートなんでしょうかね。こちら側、金城埠頭方面、ここからスタートするんでしょうか。はい、この1キロ915メートルがどこのものかちょっと分かんないですけどもね。はい、で、こちら側に進むと今度はですね、稲沢に向けての線路が続いております。こちらはですね、東海道線、そして中央線、関西本線の、線路が並んでおります。はい、すごく大きな駅ですね。やはり名古屋駅、そして高いビルが立ち並んでおります。先ほど乗ってまいりました青波線の列車、折り返し金城埠頭に向けて出発していきました。貨物列車はこの左側、ホーム左側の線路を通って名古屋貨物ターミナルに向かうんでしょうかね。11時2分、貨物列車やってきました。5087列車、北旭川発百済貨物ターミナル行き、機関車は EF6 号の2096号機TF がやってまいりました。いいですね、かっこいいですね。機関車の後方には JR さんおよび JOT さんの12フィートコンテナが多数積載されております。名古屋駅の6番線かな、こちらを通過しております。日本ツールさんのレール&資料12フィートコンテナに通っております。この列車は12フィートコンテナのみの積載となっています。さあ、この後再び普通列車に乗りまして、あるところに向かいたいと思います。11時2分、ここから貨物列車に乗りました。1094列車、新南洋発名古屋貨物ターミナル行き、機関車は EF210 の327号機です。稲沢線を走って名古屋貨物ターミナルに向かいます。もう少し待てばね、先ほどホームで見られたかもしれません。どうもこの日はね、
電車に乗ると反対から貨物列車がやってくるという、そういうことが何度かありました。まあ、気を取り直してですね、次の場所で再び撮影を行いたいと思います。次の動画もぜひお楽しみに。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録お願いします。